西門キャンパス礼拝堂卒業式での伝統である帽子投げ。2007年撮影。1929年当時の征服アメリカ合衆国海軍兵学校はアメリカ海軍及びアメリカ海兵隊の士官学校。アメリカ海軍作戦部長直轄。1845年設立。所在地はメリーランド州アナポリス。通称アナポリス。 1845年設立。アナポリスには1850年に移転してきている。海軍兵学校ができる以前はアメリカ陸軍の中東地であった。従来、海軍士官の養成は官邸の陸民の養生勤務を通じて行われており、陸上に学校を設けて士官教育をするようになったのは世界でも本校が最初である。南北戦争時には一時ロードアイランド州の ニューポートに移転したが、1865年にはアナポリスに戻っている。入学可能年齢は17歳から23歳までで未婚者であること等の条件がある。設立当初は男性のみの学校であったが、1976年以降は女性の入校も認めている。兵学校の生徒はミッドシップメンと呼ばれ、4年間の教育過程を経て卒業すると上位に任官する。 大半はアメリカ海軍または海兵隊で少なくとも5年間勤務するが陸軍、空軍、沿岸警備隊に入隊することも可能外国の留学生もおり彼らは卒業後母国の国軍に入隊する海上自衛隊からは1等海佐と3等海佐が1名ずつ連絡官として派遣されており教官として勤務している逆にアメリカ海軍からも退位または 少佐が一名、広島県江田島の海上自衛隊幹部、候補生学校に派遣されており、同様に教官として勤務している。日本人学生の受け入れは、1868年に日本人6人までの入学を許可する法案が、米国議会の会員、上院を通過し、翌1869年により始まった、以下、中退者を含む入学者、ありがとうございます。